レンガ木。四角のがこれあるやろ。色の違いで。ああ。こう横こうしたからこう横からこう見るとよく分かる。本当だ。ここから見たらいいもん。ここに来てる。レンガ木。これがもうこの原色やからこの木のね。木によってはね、もういろんな色は同じ色っていうのはないよね。だからね。色気やってもあるけど、これは 赤やもんね。もうこの芯が出るわよ。今、右手のやったところ。これや？この芯が出るぞ。ここ出るわ。あと1枚飛ぶつもりやったらこう。あと1枚飛ぶつもりや。で、それでひっくり返すんだけどね。これが一番、こっちかな、こっちかな。やっぱこっちやるね。あ、これはこれやね。これやるか。うん、買おうとしたらこれやね、自分で。これはなかなか取れんよ、僕は。レンガも幅がね、80センチっていうわけよね。そっちはもう90センチある、うん、幅がね。ここも、あれが入ってる。ここも90あると思うんですけどね。約90だよね。あ、だけど、いいのが取れたね。やっぱり、あれよかったわ。90ちょうどやね。長さが2メーターやろ。1メーター95。これは2メーターと違うっけ。これは2メーター20やろ。はい、ちょっと残しすぎたかな。ギリギリやったらどこがいいんだね。よし、ここは白鷹こんだけ、自分こんだけ。ああ、はははは、そこが薄いっていうことですね。そう、そこが薄いほどね、白身が薄いほどいいのよ。ああ、ね、それはもうね、木によって違うんだよ。へえ。白鷹の息もあるしね。赤みが出た方が気はいいのね、こういう気は。
うまいよ。ここは離れる。離れやすいけどよ。離れやすいけど、どっちが面白いかなって言ったら、こっちは。やっぱそっちが面白い。ここが続く。そこの時間の問題だよね。そこやからついちょっと。大きさから言うとこっちやったよね。こっちの方大きい方やったんですけどね。形の面白さはそっちやるわけだよ。あ、面白いのが取れたらいいね。